はい、どうもダナタです。テクニカルタワーバトル、沈むことのない絶頂、昨年の7月以来の、テクバンとなります。まずフロア1、究極フロアです。暗殺者チーム縛りということでリゾット縛りにしてみました。もちろんメインアタッカーはこちらのリゾットです。画面全体の好きな位置に選択してという、まあ、メタリカですね。鉄の暗殺者、クリーム、騎士道、ケナユル、そして、ユカコですね。あ、ユカコまだ乾燥してないんですね。そしてまあ CS 打てるようにしたいので、こちらのイルゾをね、キャパが足らない、入れたいんですが入れれないので、これでいきましょう。まあ結構このテクバは初期はねだいぶ難しかったテクバなんですけど、今となってはまあそこまで難しくないのかなっていう感じですね。まずまあ兄貴が来てくれるので兄貴で抑え込むと、ドンと、はい、まあ騎士道装備してるので、まあ、攻めてはきますけど、まあ死なないでしょうね、ドンと。でガンガンに進んでいって、まあ、CS 打てる状態にしていくと。これで多分打てるはずです。まだ打てないのか。はい、まあいいでしょう。ただスマッシュ打って問題ないでしょうね。はい、これでメタリカが打てます。一応回復しておこう。俺は前に近づかない。まあね、この CS 自体がそこまで強い CS ではないので、まあ使えるかどうかっていうのはちょっとわからないですよね。はい、では兄貴を打っておこう。ちょっと失礼します。ごめんなさい。では行きましょう。はい、これで CS 打てる状態になりました。ではスポルトを倒しましょう。まあね、難易度自体もクソ簡単な難易度なんで、まあ、わざわざリゾットでやる必要はないと思うんですけど、まあ、プレッシャーあるタッパーのね、リーダーなんでね、やっちゃいましょうということで、はい。今回は、フロア1はリゾットでクリアしました。また次回の動画でお会いしましょう。この動画が良ければチャンネル登録もお願いします。それでは失礼します。ダナタでした。